仙台市交通局によりますと、来月1日からのダイヤ改正で地下鉄の運行本数は南北線、東西線ともに平日は10本減り、土日祝日は南北線が22本、東西線が23本減ります。これにより平日の日中や土日祝日の運行間隔はこれまでの7分半から8分または10分に広がります。平日の朝と夕方以降は現在の間隔が維持され、始発や終電の時刻も変わりません。仙台市交通局は新型コロナによる乗客数の低迷や電気代高騰などによる厳しい経営状況を受け減便を決めました。年間およそ7000万円のコスト削減を見込んでいるということです。来月1日からの時刻表は交通局のホームページに掲載されています。